皆さん、こんにちは。キラ星のごとく現れたシンガーソングライターの矢上純子さん。16歳から曲作りをしていたという才能と見事な歌唱力で一躍スターの仲間入りをしました。今回はそんな矢上純子さんの私生活に迫ってみたいと思います。また愛知県名古屋市の千種区にある彼女の実家は歴史ある名家と評判のようです。一体どのような家柄なのでしょう。まずは矢上純子さんのプロフィールを見ていきましょう。矢上純子さんは1958年1月5日生まれ、愛知県名古屋市千種区の出身です。身長155センチメートルで、最終学歴は愛知淑徳高等学校です。水色の雨やパープルタウンのヒットで知られる矢上純子さん。シンガーソングライターの矢上純子さんは16歳の頃から作詞作曲をしていたそうです。初めて作った楽曲雨の日の独り言は第8回のポップコーン優秀曲賞を受賞しました。応募していたもう一曲の幸せの時は入賞だったそうです。後にも先にも同じ大会において2曲同時に入賞したのは矢上純子さんだけという快挙でした。矢上純子さんには当時から非凡なものがあったのでしょう。その後雨の日の独り言でデビューし、幸せの時もセカンドシングルとしてリリースされました。そんな矢上純子さんが結婚したのは1986年2月7日のことでした。お相手はイギリス人の音楽プロデューサージョン・スタンレーさん。ハワイで結婚式を挙げ、同年秋にはアメリカに移住しています。音楽プロデューサーだったジョン・スタンレーさんは40歳でロースクールに入学したといいます。現在は弁護士をしているそうです。音楽プロデューサーから弁護士に転身した理由は明らかになっていません。過去に権利関係で揉めたことで法律の知識が必要と感じたのでしょうか。イギリス人の音楽プロデューサージョン・スタンレーさんと結婚しアメリカに移住した矢上純子さん。1990年からは毎年コンサートやディナーショーを行っていましたが、2001年からは日本でライブ活動はしていませんでした。これは家庭を優先しての決断だったのでしょう。ところが矢上純子さんは2011年に本格的に音楽活動を再開しました。2016年にはオフィシャルファンクラブも再開しています。急に音楽活動を本格化したこともあってか離婚の噂もささやかれました。家庭がうまくいっていないから音楽活動を再開したと思う人がいたのではないでしょうか。ですが矢上純子さんが離婚危機という情報は一切ありません。むしろ家庭がうまくいっているからこそ音楽活動に専念できると考える方が妥当でしょう。矢上純子さんは愛知県名古屋市の千種区で生まれました。千種区にある実家は豪邸との噂で、なんと約3000坪もあるのだそうです。かなりのお金持ちであることがうかがえます。実は矢上純子さんの実家は矢上製作所という医療機器を専門に扱う製作所なのです。その創業はなんと1871年まで遡り、今日に至ると言います。そして彼女自身は同社4代会長となる矢上慶三さんの長女として生まれました。残念ながら父良三さんは2019年に亡くなられたのだそうです。2023年現在は矢上徹さんという方が会長を務められているとのことです。2023年で65歳を迎えられる矢上純子さん。そんな彼女に病気の噂が浮上しているようですが、本当なのでしょうか。そこで調べてみた結果、この噂を裏付ける確かな証拠は見つかりませんでした。そのためこの噂はデマと見て良いと思います。もしかすると2000年代にシングルやアルバムリリースが途絶えた期間があったことが噂の発端となっているのかもしれません。またアメリカに拠点を移してもなお定期的に日本でのコンサートも開いていましたが、2000年末のクリスマスコンサートを最後に毎年恒例となっていたコンサートも中断されました。確かに噂が立っても無理はないでしょう。しかしこの背景には2001年9月11日に起きたアメリカ同時多発テロ事件が関係していたのです。この事件以降、怖くて飛行機に乗ることができなくなってしまったという矢上純子さん。加えてこの事件の1週間後に彼女の友人家族が射殺される銃撃事件も重なってしまったとのことです。そのため子供と離れることが怖くなってしまい、日本でのコンサートが途絶えてしまいました。しかしながらその後2011年に起きた東日本大震災をきっかけに彼女は帰国する決意が固まりました。
自分の世界をこれ以上狭くするのはやめよう。心配するだけで挑戦しない人生はダメだ。東北に行って被災者の方と今と生きよう。こうした思いでとうとう帰国に踏み切ることができたのだそうです。この時の体験を矢上純子さんは 9.11 で閉まったドアが 3.11 で開いたと語っています。矢上純子さんのご実家は名家だけあって、幼少期は門限や男女交際がかなり厳しかったそうです。ですが音楽だけは別でした。3歳からピアノを習い始めたという矢上純子さん、自宅でも歌を歌い続けていたそうですが、矢からやめなさいと言われたことはなかったそうです。話によれば呆れられたことはあったようです。矢上純子さんの父は長唄、母は洋楽が好きだったそうなので、少なからず音楽に造詣があったのでしょう。早くから娘が持つ才能を見抜いていたから寛大な対応をしていたのかもしれません。とにかくそのような音楽に対して自由に接することができた環境が今の矢上純子さんの礎となっているのでしょう。矢上純子さんは1989年に長女を、1993年に長男を出産しています。長女の名前はエマ、長男はノアというそうです。やはり海外で出産しているだけあって、日本の名前ではなく英語圏の名前をつけたようです。音楽活動を再開したのは子育てが一段落したこともあったのでしょう。2013年に矢上純子さんが発売したアルバム Here I Am、 このアルバムに収録されている My Universe という曲で矢上さんは娘のエマさんと共演しているそうです。音楽の道に進むことを望んでいたというエマさん、その歌声が素晴らしかったことから共演を決めたそうです。また英語の歌詞も矢上純子さんとエマさんの共作なのだと言われています。当時のエマさんは大学に通いながら曲を作っていたそうです。それから10年余りが経ちますが、現在歌手として活動しているかは分かっていません。音楽プロデューサーとシンガーソングライターの両親から生まれた子供なので、音楽の才能があることは間違いなさそうです。もしかするとアメリカで歌手として活動しているのかもしれません。現在65歳になった矢上純子ですが、現在は基本的にはアメリカに住んでいて、コンサートやライブの都度日本に来日する生活を送っているようです。そんな矢上純子さんですが、2022年にアメリカの第2回ウィメン・ソングライターズ・ホール・オブ・フェイムを受賞しました。簡単に説明すると、女性ソングライターの殿堂入りを果たしたようです。受賞理由としては、幅広いジャンル、スケールを感じさせる作品、ファイヤーボールのような情熱を持ったステージと評価され、見事受賞に至ったようです。なお、この賞の日本人の受賞は矢上純子さんが初だそうです。このように矢上純子さんは現在もアメリカ、日本で精力的に音楽活動を続けています。また2021年9月にアルバム Tera Here We Will Stay を発表するなど、音源制作もしっかりと行っているようです。今後のライブ活動と合わせてレコーディング作業なども予定されているのではないでしょうか。2023年以降もまだまだ矢上純子さんから目が離せません。ここまで見てきて下世話な話ですが、矢上純子さんはどのくらいの年収があるのでしょうか。矢上純子年収などで検索してもズバリの数字はなかなか出てきません。そこで CD 売上の情報などから独自に考えていきたいと思います。まず2019年にとある音楽番組で、昭和平成の歴代歌姫ベスト100という内容でシングル売上枚数の女性アーティスト別のランキングが発表され、矢上純子さんもランクインしていました。このランキングでシングル総売上枚数が 260.4 万枚とあったので、この数字を元に考えたいと思います。この数字から単純に計算すると、シングルの総売上のみの印税収入だけで1億は超える計算です。さらにこれ以外にもアルバムの売上による印税収入、カラオケ印税、ライブ収入と呼ばれる収入なども考えると、単純に矢上純子さんのこれまでの累計収入はざっと軽くでも5億以上の収入を得ている計算となります。いかがだったでしょうか。今回は矢上純子さんの私生活を中心に見てきました。2020年、矢上純子さんがハロウィーンの31日、東京渋谷の文化村オーチャードホールで約8ヶ月ぶりのコンサート No Matter What I Sing を開催しました。当時新型コロナウイルスの感染拡大で2020年に開く予定だった3月以降のコンサートを全て延期中止しており、
八神純子さんの歌が生で聴ける2020年最後のコンサートになりました。もともと同日同会場で歌いたい曲を歌いたいだけ歌うをキャッチフレーズにした八神祭り THE THIRD を予定し、約2100枚のチケットも完売していました。しかしコロナウイルスの感染拡大の懸念から満席では開催できないため、八神祭りは次の年に延期せざるを得なくなっていました。一方でこんな時でも歌を歌い続けたい、歌を届けたいと興行的には赤字になる可能性があるにもかかわらず、ソーシャルディスタンスを確保し、できうる限りの感染対策を施しての通常コンサートを開くことを決めたのだそうです。コンサートタイトルの No Matter What I Sing には、何があっても私は歌うという八神純子の心意気を込めていたそうです。その心意気にはシンガーとしての覚悟があったのでしょう。コロナ禍が落ち着いた今、八神純子さんの素敵な歌声を聞く機会がまた増えそうです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。